通産官僚、東、アジアアセアン経済研究センター事務総長、廃人、大阪府出身。廃校西村ガニア。妻は同じく廃人の津島康子。1976年に東京大学法学部卒業。通商産業省入省1981年7月に米国イエール大学大学院修了。 海外貿易開発協会アジア太平洋代表、通称政策局南東アジア太陽集荷庁、愛媛県理事、中小企業庁経営支援部長、日中経済協会専務理事、日中東北開発協会理事長等を経て、2008年より、東、アジアアセアン経済研究センター事務総長、早稲田大学客員教授、中国厚生大学名誉教授、 インドネシアダルマプルサダ大学客員教授。2012年、平城戦と1300年記念アジアコスモポリタン賞、創設。山口清村に支持、東大学生俳句会、原生林編集長。東大ホトトギス会幹事。1990年、有馬明人主催、天意総監参加。1996年、大国プーケット島にて。 単主型文学国際シンポジウムを共催。1998年、苦衆、官僚を出版。1999年、松山宣言寄贈に参画。2000年、正岡式国際俳句賞。2002年、21世紀、愛媛俳句賞。芝吹雄俳句新人賞の創設に参画。各賞選考委員会参与。ありがとうございます。